こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。今7月です。いよいよ、来年度の幼稚園保育園の今見学の時期かな。7月って言ったらもう9月10月になったら願書提出やったり保育園やったら申し込みやったりっていうのになってきて、多分今の時期みんな幼稚園どうしよう、保育園どこがいいんやろうみたいなのでね、入園を希望されているママたちはすごい悩んでいて、どこを基準に決めたらいいんやろうかと混乱してるかなという、そういう時期かなと思うので、私が考える幼稚園と保育園の違い、それぞれのメリットっていうのをお話ししたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。上の5人はね、幼稚園出身なんですよ、うちの子。なんでかって言うと、私が働いてなかったからなんですけどね、専業主婦やったんですよ。で、上の5人は3歳から幼稚園入れたんですね。で、6番目以降、11番目まではもう仕事をしてたっていうのもあるし、まあ、極端やね、3歳からの幼稚園とね、生後3ヶ月からの保育園チームとね、上5人は幼稚園で、下6人は保育園で、両極端に違うんですね、私ね。まあ、それを踏まえて、その3歳から預けはったお子さんたちはなぜみんな幼稚園ばかりなのですか？私は3歳から仕事を始めて子供を預けるなら保育園の方がいいかなって思っています。小学校に上がるまでは保育園で思う存分体を使って遊ばせてあげればいいって思っています。幼稚園は椅子に座る活動など、小学校に行けば嫌でもやることをやったりしますよね。もちろん小学校に行くまでのステップという意味では大事だと思いますが、保育園では基本的に一日中遊びまくるということで、いろんな経験を体験して成長していけるんじゃないかなっていうふうに思っています。保育園は乳児の頃から早くから子供を預けるのにめっちゃいいとこなんじゃないかなっていうふうに思っています、ということでね、メッセージをいただいています。本当に私もね、この意見に賛同で、小学校に入るまでの子供たちっていうのはとにかくしっかり体使っていっぱい遊ぶのが一番かなっていうふうに、私もそういう価値観でいます。保育園とまず幼稚園の違いなんですけど、保育園っていう場所はママが仕事をしていなければ基本入ることはできません。就労しているっていうことが基本ね。幼稚園はママが働いていようと働いていなかろうと入れます。3年保育が主流になってるから、年少3年中3年長さんのね、3年保育が主流なんですけど、ちょこちょこ4年保育っていう2歳児保育から未就園児さんのクラスっていうのもできてきて、4年保育っていう方向に移行しつつあるかなという感じですね、幼稚園はね。でそれに対して保育園はもうママが仕事をしていて、位置づけとしてはね、保育園は厚生労働省管轄なんですよ。幼稚園は教育的なことを学校教育法っていうのが入ってくるので、これは文部科学省が基準になって動いてるんですね。だから管轄がまず違うんですよ。保育園はその就労しているママの代わりに保育をしますよということを、ママの代わりに危険がないように子どもたちを遊ばせて保育をしますよっていう、小学校に入るまでの間ね、そういう位置づけになっているので、とにかくその日常生活っていうことをきっちり、ママの代わりに やりますよっていうことが基準になるから、栄養を考えた給食がしっかり出るのも基本やし、あとお昼寝があるのよね。生活リズムを整えていくっていうような部分が保育園もあるからね。でそれに対して幼稚園は、3歳から入るっていう、もう年齢が高くなってるからっていうこともあるけど、基本、学校教育法が基準になるので、夏休みと冬休みとかっていう休み、長期の休みも小学校と同じようにありますし、教育的な、その、小学校に入るまでにいろんなことできるようになるっていうようなこと、そういうちょっと教育的なことも入ってくるっていう、そういう位置づけになりますよね。でもちろんお昼寝はないし、給食もあるところもあるけど、でも保育園みたいに給食室があって、そこでこう手作りの給食を作ってくれて熱々が食べれる園っていうのはやっぱ少なくって、幼稚園の場合は給食があるところでも大体その仕出し弁当ですよね。どっかの業者さんから運んできたお弁当を給食として提供している幼稚園が多いんじゃないかなっていうふうに思います。お弁当を作らなあかん日とかまあまああるかな。
園にもよるけどね、月1愛情弁当の日っていうのがあったりとか、まあ、あの園によりますけどね、週に1回お弁当ですとかいろいろあるねんけど、あのお弁当率は高いですね。保護者は働いてないこと、まあ、働いてるまま今めっちゃ増えてるけど、まあ、働いていないことが基準になるから、幼稚園の方はやっぱ行事が多いですね。パパママが駆り出されて、なんかこう、あの運動会の準備手伝ったりとか、あとあの発表会の衣装を作ったりとか、あお餅つきあるよっつったら、あのお米買いに行く係、つく係とかで、いろいろなんやかんやとか、保護者が一緒に、園と一緒に子供のためにいい園生活を作っていきましょうみたいな位置づけになるから、あの平日にこう呼び出しかかるようなあのことが多いですよね、幼稚園は。でそれに対して保育園はみんなママたちが仕事して働いてるから、あのあんまりその平日に呼び出されることって少ないし、まあ学期に1回ぐらい保育参観、もしくは保育参加、参加すんねん、一緒に子どもと一緒に何かやんねん、ドッジボールやったりとか散歩一緒に行ったり、一緒に制作したりとかね、これ保育参加、参観は見学ですよね、違うねんけども、まあ、保育園はあの毎学期に1回ずつぐらい、まあ、そうやな、前半後半、6月ぐらいと10月ぐらいとかいう感じで2回ぐらい保育参加もしくは参観があるかな。でもこの日って決まってるんじゃなくて3日ぐらいこう設定されてて、そのうちママさんが行けそうな日にどっか1日で来てくださいねみたいな融通が効くんですよね。あとあの行事も幼稚園は平日やったりとか、あと土曜日とかも多いねんけど、あの保育園の方はもう平日なんか絶対ないし、まあ、土日にあの行事があって、で幼稚園は土日に行事やったらもう絶対月曜日代休なんですよ、小学校と一緒やからね。代休って言われたら、おお仕事どうしようって仕事してるママはなんねんけど、保育園は土曜日とかに行事があったとしても月曜日の代休っていうのはないですね。夏休みとか冬休みとかもないから、もうほんまにお盆休みの3日間だけ休みとかで、お正月休みの、まあ、3、4日だけ休みみたいな感じで、あとは全部保育があるっていう、そういうメリットはある。幼稚園は時間が短いですよね。だいたい2時半3時ぐらいまででお迎え行って、もしくはバスで帰ってきてっていう感じになるけど、保育園はもう、多くの園がだいたい6時半ぐらいまで通常保育になるかな、6時か6時半ですね。でそこから30分ぐらい延長保育っていうのであって、夜の7時ぐらいまで、30分はちょっと別途料金がいるけども、あの7時ぐらいまで見てくれる園が多い。まあ、中にはね、夜の10時ぐらいまで見てくれるような、あの長期すごい時間の長い園もあったりするんですけど、まあ、そこら辺があの保育園と幼稚園で全然違う部分なんですよね。2006年か2007年かその辺で今認定こども園っていうのができて制定されて、それが今どんどんね世の中広がっていってますよね。で認定こども園っていうのは何かっていうと、その保育園の良さと幼稚園の良さをどっちを取り入れたのが認定こども園なんですよ。保育が中心になる、その保護者の代わりに子どもたちを見ますよという日常生活をちゃんとあのしっかりやっていこうね、リズムを作っていこうねっていう保育園っていうのは保育士さんがいてくれてて、で幼稚園はそこに教育的なことが入ってくるので、保育士さんではなくて幼稚園はね、幼稚園教諭っていう資格がいるんですよ。これ別なんですね。認定こども園はその保育園の良さと幼稚園の良さを両方織り交ぜてるから、管轄は保育園は厚生労働省でしょ、ほんで幼稚園は、文部科学省でしょ、で認定こども園はその両方を入れてくるので、先生は保育士さんと幼稚園教諭と両方います。管轄はこれ内閣府なんですよ。厚労省も、文科省も両方が携わってきている、もうほんま両方のいいとこ取りっていうのが子ども園なんですね。で、まあ、その中でも、幼稚園型の子ども園、保育園型の子ども園、いろいろこうで、あとは企業主導型の保育園、あの子ども園とかね、いろいろあるんですけども、もともと幼稚園やったところに保育園が入ってきて認定こども園になったところは幼稚園要素がちょっと強かったりするし、もともと保育園やったところがこども園になったらそこに幼稚園の子たちが入ってくるっていうことで保育園要素の強いこども園になるやろうし、あと企業型っていうのはあの駅の、ね、中とかにあったりとか、その働くママにとってすごく預けやすい、そういうようなあの特性があったりっていうので、こども園もいろいろ
特徴があるんですけど、もうこの前本当によくって、保育園の良さ、そのいっぱい体使って遊ばすよで、リズムも作っていくから給食も出るしお昼寝もするし、リズム、生活リズム自体も作っていくよ、さらにそこに幼稚園要素を入れてくるから、少しこう体操教室があったりリトミックがあったりっていうことで、英語があったりっていうので、教育的な要素も入れていって、幼稚園のねその良さも織り交ぜた保育園みたいな、こういう子ども園っていうのが今主流になってきてるけど、でまだ言ってもね数がねそんなにないんですよね。ここからもどんどん増えてくるかなと思うんですけどね。幼稚園であっても保育園であっても、昔は本当に保育要素の強かった保育園と教育的要素が強かった幼稚園出身で、小学校1年生になった時やっぱ全然違ったんですよ。もう入学式の時、足パタ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 してね、で校長先生が喋ってるのに後ろ向いてね、こうやって落ち着きない子は大体あれ保育園出身やろ、あやっぱりそうか、ビシーってこう座ってね先生の話聞けるのは大体幼稚園出身やったりね、差があったんですけど、今はもうほんまそういうのもなくなってきてて、幼稚園出身であっても保育園出身であってもそんなに差ないですわ。多少のさ、その幼稚園主導型保育園主導型の子ども園で、私はその園の 園風っていうんですか、風潮によっていろいろあるんやけど、でも1年生っていうのはね柔軟性ありますからね、だいたい小学校1年生のね1学期終わる頃にはねちゃんとみんな追いついて同じ位置に立つからね、うん、そんななんか幼稚園やからこう、保育園やからこうっていうそのメリットデメリットでも今そんなに感じないかな、どっちでもいいんちゃうかなと思いますね、うん、だからあとはもうママのその生活スタイルによって、仕事をしてるんやったら絶対保育園の方がいいやろしね、時間も長いしね、休みも少ないし、やっぱりその地域によってはもう保育園は働いママが働いてたとしてもももう待機児童だらけで入れないですよ。で3歳からね仕事をして、この質問のママさんも3歳から保育園に入れたいっていうことやねんけど、さあ果たして3歳児で保育園入れるかどうかなんですよね。もう募集自体が若干名やったりする、都市部やったら、だってみんな0歳1歳からね、学年上がってきてみんなこう進級していくでしょ。だそこに3歳から入れる園保育園っていうのはなかなかなくて、もう若干名しか取ってくれないってなったら、もう幼稚園しか入れないわけですよ、仕事もしてるけど、まあ、そういう理由もあって保育園入りたいけど幼稚園になっちゃった、で幼稚園、まあ、お迎えの時間も早いんで2時半とか3時やねんけど、今は働くママもすごい増えてるからっていうことで、延長保育っていうのがすごい充実してます、まあ、別途料金いいねんけどね、1日500円とかかかんねんけど、月決めとかもあるけどね、まあ、保育園相当の時間は見てくれるしね今ね、だから幼稚園から働けないということは全然ありません。その住んでいる自治体地域、そこの保育園事情がどうなのか、ね、あとは幼稚園もどれぐらいたくさん数があるのかっていうようなことを、まあ、今のこの7月の時点からも見学行ってもらうねんけど、よくあるのがね、子供に合う園をっていうことでみんな一生懸命うちの子に合う園っていうので探しはんねんけどね、だもんね1歳や2歳や3歳のその我が子のこういう子であるっていうその特性っていうのは5歳になった時にはね別人になってたりするのよ。うちの子すごい外が好きで、外遊びが好きで、アクティブなタイプだと思うんです、で園選ぶでしょ。ほなこれ2年後5歳になった時、あれアクティブや思ってたけど、うちの子アウトドアかと思ってたら、あれ違うインドアやったとかね、子供って成長していて変わってくるんですよ。ですからうちの子はこういうタイプであるっていう、その2歳3歳までの子供の特性、ママが思ってるのは当てはまらなかったりするからね、そういうことで決める必要ないんかなって私思ってて、じゃあ何を基準に決めるか、もうママの直感です。その園に見学に行くパーフェクトな園なんかないです。ここはこの園いいなって思うけど、でもここの部分がな、ここの園はこっちがここはいいねんけど、でもここがなみたいなね、みんなメリットデメリットがあるからね、そんなことよりも一番いいのはママ自身がその園に毎日送り迎えをすることをイメージしてみてください。ここのこの空間、この雰囲気が好きか嫌いかですよ。ママが毎日行くの、この空間なんかあんまりなんか好きじゃないの、なんか家か早く帰りたいなっていう風に思うなって感じるのか、なんかこの雰囲気なんかすごい好きで落ち着くなってママが感じるのか、
はい、そこら辺で縁って決めたらいいんちゃうかなと思うんですよ。ママが好きだなってなんとなくこうイメージでもう生理的にね好きだなって思えるその空間っていうのはそのママのイメージがそのまま子供に移行するので子供もその空間好きになるのね。何がって言われても何ってよう分からへんねんけどなんかこの雰囲気のこのなんかジメジメした感じっていうかなんかそんなんがあってなんかあんま好きじゃないんですよねここっていう感情があったら結局その気持ちが子供に伝わるから子供も息しぶりになったりねなんかね親子共に楽しい園生活にならなかったりするんですよね。ですからもう園のそのやり方みたいな園の雰囲気っていうのもあんねんけどそれよりも直感かなやっぱり、うん、自分自身がママ自身がその空間好きかどうかっていうことで決めてもらうのとあと園の近さ、うん、近くでパッと行きやすいとかねそういうことも大きいやろうしあとお弁当作るの嫌い料理嫌いな人はもうね給食があるっていうのメリット高いやろうしもうママが一番やりやすいなって思う自分本位な決め方で子どものために決めるんじゃなくてママがやりやすい園っていうのを一方的に自己中心的に決めてもらうのがそれが一番子どものために園選びではええんちゃうかなっていうふうに私は思っています。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校チャンネル登録してぜひ入学してください。いい縁を見つけてねー。